皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。暑い夏がもうすぐやってきますね。夏といえば花火大会という方も多いと思います。今年も変わらず自粛モードは続いており、なかなか出かけることは難しいですが、今年こそは開催をと全国各地で花火大会の準備が進められているようです。打ち上げ花火や大きな音のする花火を家族や友人と見に行きたいですが、どうなるのでしょうか。しかし大人数では遊びに行きづらくても、庭先でゆっくりと線香花火会を楽しむことは可能です。大きな音もせず、たくさんの火薬も使わない線香花火は、夏の軒先で楽しむ花火として、子供から大人まで誰でも楽しむことができます。誰が一番最後まで火の玉を落とさずにいられるかという競争をしたり、静かに火花が消えるまで眺めていたり、楽しみ方もたくさんあるのが魅力的ですよね。今回はそんな線香花火が海外のネット上で話題になっていましたので紹介していきます。花火は古代中国で行われていたのろしが起源だと言われていますが、日本では江戸時代初期、徳川家康の時代に書物に初めて記載がされています。庶民が楽しむおもちゃ花火に関しても同じ頃に出版された俳句集に記述があります。戦国時代、花火の原料になる火薬は大変貴重なもので、娯楽に使うことはなく戦争のための武器だと思われてきました。そこから日本の統一がなされ、江戸幕府が開かれた後の1600年代にイギリスの商人が徳川家康に打ち上げ花火を見せたのが日本での花火の始まりだと言われています。統一後の平和になった日本で、火薬はこのように武器としてではなく、人々の目を楽しませる花火として姿を変えていくことになりました。また三代目将軍の徳川家光は大変な花火好きとして知られています。家光は花火を奨励し、この頃から急速に江戸庶民の娯楽として流行し、線香花火やネズミ花火が庶民でも手に入るようになったようです。けれどそれもつかの間、花火による火事が多発するようになり、長い江戸時代の間でたびたび花火の禁止令が出されました。それでも庶民は禁を破って花火を楽しんでいたというのですから、その人気ぶりがよくわかります。線香花火などの打ち上げ花火ではないおもちゃ花火は、最初に作られた時は足や藁に火薬を詰めた簡単なものだったようです。それを作り売り出したのは奈良県の花火師であった弥平。弥平は初代の鍵屋にあたり、初めて隅田川に打ち上げ花火を上げた人物とも言われ、今も花火を見るたびに玉や鍵やという掛け声をかけますが、その掛け声のきっかけになったエピソードが有名です。隅田川の花火大会はかつての両国の夏の納涼花火から始まったと言われ、この時は庶民の目を楽しませる花火大会ではなく、疫病による薬剤除去の祈願として行われ、だんだんと夏の江戸を彩る大きな大会に発展していったようです。そして江戸時代は赤褐色しかなかった花火も、明治時代になると様々な金属が持ち込まれ、色がつけられるようになりました。赤褐色の花火は和火、色とりどりの花火を曜日と呼ぶようになったのもこの頃です。今時主流なのはこちらの曜日で、現在のように和紙に包まれた形になったのも花火が入ってきた江戸時代から200年ほど経過してからだと言われています。世界で唯一日本の花火だけが持つ科学技術。それでは次に、日本の線香花火は世界で唯一の燃えない花火であることが海外のネット上で話題になっていましたので紹介いたします。日本の職人の下で本場の線香花火作りを学んだ外国人が線香花火の秘密を紹介したものです。
ではその外国人の投稿を簡単に見ていきましょう。私は日本まで行って職人に線香花火の作り方を教えてもらってきたんだ。火薬は通常硝酸のような酸素供給物質、硫黄、炭素で構成されている。しかし線香花火は通常の火薬の成分である硝酸カリウムではなく、消火剤である炭酸水素カリウムを使用しているんだ。この炭酸水素カリウムはバーナーなどで炙っても炎症しない素材で、この消火剤を巧みに配合して作られているのが日本の線香花火である。私は日本の線香花火を火薬の中に落としてみた。みんなには真似をしないでほしいけどね。普通の花火であれば火薬はこのまま爆発してしまうが、線香花火は消火剤を使用しているので爆発は起こらなかったのだ。私が知る限り爆発しない花火は世界で線香花火だけだし、どこにでも手に入る材料だからすごいことだと思う。ただこの配合は大変難しく、日本で現在市販されている線香花火は伝統的なものより燃えやすくできているようだ。この投稿に対して海外のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。海外の反応。伝統的な手法で作られた線香花火は日本では失われつつあるらしい。本当に悲しい。線香花火のチクチクとした音が本当に素晴らしい。一番安っぽい花火ってイメージだけど、そんな秘密があったのか。小さな恒星みたい。線香花火は玉が水に落ちると弾けて綺麗で好き。燃えない花火なんて初めて知った。やっぱり火花は少なめなんだね。成分が黒色火薬によく似てるけど、黒色火薬は引火しやすいことで有名だから燃えなくなる調合があるのが面白いね。そんな秘密があったとは驚きですね。消火剤を使って燃える花火は世界でも唯一というのですから、江戸時代の技術に驚きを隠せません。この消火剤入りの花火は少しでも配合を間違えると花火にはならないそうです。しかもそのメカニズムは完全には解明されておらず、今でも大変不思議な現象のようです。個人的には派手な花火で盛り上がってから最後にしみじみとやる線香花火はもっと世界に広がってもいいように思います。近頃の線香花火事情。日本の伝統的な線香花火は燃焼時間が長く、誰が一番長く持つかという競争をした思い出を持つ方も多いでしょう。近頃の日本で安価に手に入る線香花火は海外で作られており、安価なため文化の玉が落ちやすいのだそうです。ちなみに線香花火は東日本と西日本で主流のものが異なります。西日本で昔から親しまれていたのは、藁に火薬を詰めた線香花火の源流を組んだもので、スボテボタンと呼ばれていました。スボというのは稲わらの芯のことを言い、関西では藁が手に入りやすかったのでこの形になったんだそうです。火をつけて斜め上に向けて楽しむ形は、現在一般的によく知られている線香花火よりは大きな音のする手持ち花火に似ていますね。またこちらの花火は夏になると原料の火薬が固まりにくくなるため、夏場は避けられて冬にたくさん製作されていました。一方、東日本で親しまれていたのは長手ボタンと呼ばれる線香花火です。こちらは現在主流になっている線香花火の種類で、しとしとと音がして長く炎焼するものです。関西とは違って関東では藁が手に入りづらかったとされており、こちらは和紙で火薬を包んでありました。ところで線香花火は4段階に火花が変化するのをご存知ですか？点火したばかりの小さな火から次第に大きくなっていくのをボタン、
力強い火花が音を立てて大きく広がっていくのが松葉。そこから勢いを増し、さらに大きく火花が散る様を柳と呼びます。そしてだんだんと火花が小さくなり、しとしとと音を立てながら火の玉が落ちる様子を散り菊と花になぞらえて呼ぶんだそうです。とても風流ですね。こちらの呼び方は順番に、つぼみ、ボタン、松葉、散り菊と表現されることもあるそうです。どちらも花に例えられていますが、まるで人の一生を表しているようだと言われています。線香花火の今後。以前は三河、北九州、信州が線香花火の三大産地として知られ、これらの地方を中心に線香花火は作られてきました。しかし日本で現在線香花火を作っているところは3軒だけとなっているようです。昭和50年頃から中国で作られた長手ボタン、今の一般的な線香花火が大量に輸入され始めました。日本産の線香花火は1本60円ほどですが、中国産のものは2円から3円です。そのため国内の線香花火産業が縮小していきました。平成10年には国内で線香花火を生産する会社が1社のみになり、江戸時代から受け継がれていた日本の伝統が消滅してしまう危機に直面します。その危機を回避しようと、日本の老舗の花火問屋を中心に新しい線香花火の生産を呼びかけ、今では3社まで増えたようです。そんな中、スマホのカメラがここ数年で進化を遂げたことにより、線香花火が再注目されています。昔は暗いところで花火を撮るのは至難の業で、プロでも大変な作業でしたが、最近のスマホは三脚などがあれば、誰でも簡単に綺麗に花火を撮ることができます。またゆっくりと火花が続く花火ですので、写真を撮るのにもうってつけです。一度は文化の途絶えかけた線香花火もじわじわと人気を取り戻し、身近な娯楽として多くの人に楽しまれているようです。約400年前の江戸時代から受け継がれてきた線香花火、花や人生に例えながら、日本人は今も昔も同じ花火を楽しみ続けているんですね。今年の夏はそんな日本の文化を受け継いだ国産の線香花火を家族でゆっくりと楽しんでみたり、写真を撮ってみたりするのはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。